第2回はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回飲ませていただいて、このお町の大吟醸、これをベースにお酒を作りたいなと。大吟醸木本のお町 48% です。もう少し細かくブレンドさせていただけたらなと思います。はい、まずベースの割合がどうなの、ベースが多いのか少ないのか、他のお酒とのブレンド率が、これは何対何対何というような、あのブレンドの割合を数パターン、それを基準に飲んでもらって、あとは減らしたり増やしたり、その加減を、まず第一ブレンド、お待ちが感じられて、うん、程よく甘みもあり、ちょっとまあベターな感じでやってみました、うん、はい、お待ち感があって香りもありまして、飲み口はスッキリで、少し香りを抑えたブレンドもちょっと試してみたいですよね。はい、これはまあ2番ブレンドですね。旨味が強くなった、男の酒感が出てきましたね。急に酒っぽくなりました、はい、ジューシーっていうのかな、うん、フルーティー、そうですね、ジューシーって言ったら面白いですね。料理には合いそうかなと、うん、じゃあさらにもう一個、よりスッキリ、お水ですね。まあ、中でこの3つの中だったらもう飛び切りお待ち感がかなり強いですね、うん、食感的に料理に合いそうだなと思ったのは3番、うん、食事に合わせるお酒、うん、これってブンさん、あの酒2種類とかで作れるんですか？2種類、1つじゃ決められなくなるって感じですか？まあ、どれもこうブレンドしてるんで、はい、味の変化が大きいと思うんですよね、うん、飲んでいくうちに、例えばお刺身に合わせて飲みながら、その後も温かい料理が出てきて、ちょっとお酒の温度も上がって、温かい料理にも合うお酒、うん、はい、あともう一つは純粋にお酒として楽しいお酒、まあ、グラスに注いで、はい、飲んでいるうちにだんだん違う特徴が出てきて、いろんな表情のあるようなお酒、この2種類ができたら面白いのかなと。面白いですよねじゃあちょっとそれはあの持って帰らせてください一度あの社長に、あ、はい、相談してみます。5123で少しこれをこう入れてもらいたいなとか、これがどんぐらい入ってくるとどうなんだろうなみたいな。3番と、はい、2番の、はい、空いたぐらいの、これが4番っていうタイプですね、はい、これは料理に合いそうですね。これもうまいですね。美味しいです。これなんかすごい料理に合いそうだな、うん、4番を、はい、まあ、同じものですけどグラスを変えて、あー、なんかもう香りの時点で全然違いますね。香り方違いますよね、はい、めちゃめちゃうまいですね。サカズキタイプで飲むと美味しいです。美味しいですね。これめちゃくちゃ美味しい気がします。香りが、香りすぎずに口に入れるとしっかりお米の旨味があって、で、キレもいい、次の料理を食べ進めたくなるお酒ですね。ちょっと特殊なグラスでも、純米酒専用グラスです、ね、でもね、多少やっぱ空気入れた方がいいですね。このグラス、純米酒専用グラスって、はい、でもなんかなんとなくワイングラスみたいだけど違う、口径がめちゃめちゃ広くて、はいはい、日本酒特化ですから、この杯タイプと、はい、実はあの形状がすごく近くて、あ、そうですよね。だから香りが程よく抜けるように作られてるっていう、杯ほど抜けないけど、はい、程よく残る。で、飲み口の口径がすごい広いんで、はい、口全体にお酒が流れていきやすい。なるほど。こういうやつは口径が小さいんで、割と細く流れて、杯って下に乗る、そうそうそう、面積、面積で、こう旨味だとか香りの感じ方が、これちょっと違うことになってくる。はい、これに近いんで、すごく私はまあ好きですね。熟成酒とか飲むともう最高ですね。めちゃくちゃ美味しいですね。うん、まあ、今回結構この大吟醸ベースでブレンドしてるのに、このグラスで結構こう味が引き立ってくるっていうのは、割とこう旨味の強いタイプのお酒が入っているっていう。大吟醸のお酒ってフルーティーで、口に入れた瞬間、うん、パッと甘みが広がるみたいなお酒が多いと思うんですけど、大吟醸がフルーティーだとかこう香りがいいだとかじゃなくて、丁寧に作ってるっていう
印象を僕は持っているんですね。お酒って丁寧に作るとこういう味になるんだよ、その甘いだとか香りが広がりやすいだとかじゃなくて、そういうところじゃない作りをしてるなっていう印象があって、純粋にお米で丁寧に作ったっていうこの感じが僕は非常に美味しく感じますね。4番ベースで杯タイプで飲む前提で料理に合ういいお酒ができるんじゃないかと。このこういうタイプの形状で合わせて寿司とかね、最高っすよね。いや寿司に合うと思います、ね、いいですね。じゃあおかんも、おかん4番のおかんですよね。4番のおかん、今度は温度違い、上寒って呼ばれる温度ですね。大体の、飲み口45度、でこれで1回飲んでみて置いとくとぬる缶ぐらいまで、飲み口40度まで落ちるんで、でぬる缶をもう1回。あ、美味しい。最初にあの僕がイメージしてた料理に合うお酒、うん、ブレンドの良さの温度帯によって違う表情が出てくるというか、おかんまで美味しいとは思わなかったですけど、でもおかんと天ぷらとかで食べたいですね。揚げ物と、揚げ物と合いそうです。4番ベースでもう少し微調整させていただくということで、はい、ちょっとお酒だけで美味しいお酒、はいはいはい、作りたいなと。お酒だけで美味しい、はい、このブレンド、はい、3つ、これがまあ基準になっていて、これが一番ブレンドですね。香りと甘みがあって、もう最後のこの切れ感はあの甘いお酒というよりも、これがまあ軸に、これが2番ブレンド。1番と香りが全然違います、ね、違いますね。香り以上に旨味だとか甘みのあるお酒な気が、うん、3番。この3つの中だったら一番癖になるかもしれないですね。だから酔っ払ってきてるな。ちょっとまだ早いんじゃないですか。これをキンキンに冷やしてちょっとずつ飲んでいって、うん、だん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 いろんな味が出てくるみたいな。想定は冷酒から冷やまで。はい。で1、2、3だったらどれがあれですか。缶ですかね。マニアですね。結構マニアですよね。攻めてる感じのブレンドですよね、これ。香りと味とが一致していないっていう、この香りと味のズレが面白いと言えるようなブレンドに今後微調整できたら、そのギャップがあるので美味しいと思わせるって結構難しくないですか。それを追い求めますか、渡さんは。もう一個じゃあ違う割合作ってみます。